柳虎ウは、桜草か丘虎ウ族の多年草。輪廻の植物の種で記載された植物の一つである。地下茎があり、節を多く持って、地中を長くい、各節から多くのげ根を出す。茎は柔らかく、円柱型で、直立し、高さは30から60センチメートルになる。葉は耐性し、傭兵はなく、葉心は筆芯型から線状長楕円型で、 長さ4から10センチメートル、幅1.5から2.5センチメートルになる。葉先は短くまたは長く尖り、縁は前縁でやや柔らかく、葉の表面は無毛、裏面には早いうちやら褐色の長い綿毛が生える。花器は6から7月。溶液に長さ2から3センチメートルになる、相乗果女をつけ、黄色の小さい花を多数つける。果女は葉よりは短く、 葉の間に隠れる。小花柄は長さ7から12ミリメートルになり、線状の短い角がある。額は6新列し、列片は線形になる。果敢は6新列し、列片は長さ4から5ミリメートルの高線形で、額片の1.5倍の長さになる。湯髄は6個あり、細長い花糸は果敢より長く伸び、突き出る。花柱は長さ5ミリメートル。花実は、 計2 5ミリメートルの果てで、球状になり、黒点がある。花は六数星であるが、稀に五数星、七数星のものがある。日本では、本州中部地方以北、北海道に分布し、山地の湿原に生育する。世界では、北半球の艦隊に広く分布し、寒冷地の湿原に生育する。葉が柳のようであり、下水がオカトラノーに似ることによる。 ありがとうございます。